はいはいはい。話すのも入る。なんでこれ。また？お吉田。吉田。天地星神の。
食べる。誰だろう。うん、普通に。そのこうやって。撮ってるから、普通に体動いてるしたら。先生、インタートの時間は何分必要でしょうか。なぜと次行きます。はい、それでは、筑波大学の後輩の、2年生、筒井雄大選手、中学校時代は東北大会で個人戦、2年時に3位 3年時に優勝、筑波の活躍も素晴らしいんですけども、先輩にかかる意気込みをお願いします。いつも稽古をしていただいているので、いつも負けているので今日は頑張りたいと思います。初ということですね。はい、拍手。審判は修法官の柴田君です。
じゃあ第5試合です、筒井選手対三上選手ですけども、年は一つ三上選手の方が下ですので、今まで筒井先生の先輩の、試合をたくさん見てきたと思います。高校時代から、とても綺麗な、一つ一つの綺麗で速くてとても心に対して見事な固定、その前の引き面もね、だいぶ綺麗に決まってましたけども、三上選手、握力71です。振り下ろしてもすぐまた持ってきて、第6試合最後です。はい、じゃあよろしくお願いします。